こんばんばは海徳です今日の日付は10月4日金曜日ただいまの時刻午前0時4分です。はいちょっとねあの深夜に撮影しているのであんまり声は張ることができないんですが、えー、今回はですねプラレールを開封したいと思います、えー。今回開封するプラレールがこちらです。はい、見えますかね ?S08 の273系特急役もですね、えー。こちらの商品はですね、山田電機で。 えー、2007円で購入いたたししました、えー、この特急ヤクモはですね、えー、岡山と出雲市を結ぶ、まあ、特急なんですが、えー、最近この273系が、まあ、運行を開始したということで、まあ、運行開始したのはまあ結構前なんですが、まあ、最近はねもう273系に統一されて、まあ、今も岡山と出雲市の間を走っているんですけどね、はい、このヤクモブロンズっていうんですかねこの色がめちゃくちゃかっこいいですよね はい、ということでね、えー、早速開けていきたいと思うんですが、えー、このヤクモブロンズっていう色がね、新しく出たということで、今までのヤクモってなんかカラフルな、なんかいろんなたくさんの色がね、出てたと思うんですが、この新しく出たヤクモブロンズもね、なかなかかっこいいですよね。はい、じゃあということでね、前置きをこのぐらいにしまして、えー、早速開けていきたいと思います。 はい、ということで箱から取り出しました。えまずはですね、こちら、はい、一緒についてきたプラ列車カードの方を読んでいきたいと思います。S08-273 系特急やくも273系特急やくもは、2024年4月から運行を開始した岡山駅と出雲市駅を走行する列車です。セミコンパートメントなど、さまざまな座席を搭載。車体色は4つのブロンズをベースに作られました。 国内初となる車上型の制御付き自然振り子方式を採用し乗り心地の向上が図られています。2024年4月現在という感じですね。はい、こちらのですね、273系特急役もですね、最新の技術がたくさん詰まった車両となっていますね。特にこの車上型の制御付き自然振り子方式ということはですね、これ振り子方式なんですが、あの傾きをね、 制御することができるということですね。いや、これはなかなか最新の技術ですよね。381系の時は普通の自然振り子方式ということで、まあ、カーブに差し掛かったら車体を傾けて高速で駆け抜けていくという感じなんですが、これは制御できる振り子方式ということで、かなり新しい技術が導入されているなと思いますね。じゃあ、ということで、一両ずつ車両を見ていきたいと思います。はい、ということで、車両をね、一両ずつ見ていきたいと思います。 まずは戦闘車両ですね。動力車の部分です。はい、こんな感じです。いやー、かっこいいですね。はい、ここにヤクモと入っていますね。こんな感じです。いや、このヤクモブロンズがね、かなり輝かしいですよね。はい、こんな感じです。かなりかっこいいですね。はい。こんな感じですね。はい。いや、かっこいいですね。ここにヤクモのこのマークっていうか、雲がね、 しっかり描かれていますね。シールではないです。はい、こんな感じですね。このライトとかもしっかりリアルですね。ちょっとシールではあるんですが、まあリアルですね。はい、こんな感じです。屋根はこんな感じですね。はい。いや、これ屋根はね、しっかりパンタグラフが2つついていますね。こっち曜日パンタで、こっちが普段使うパンタですね。はい、こんな感じです。はい。じゃあですね、早速、あの動作確認の方していきたいと思います。 はい、こんな感じですね。もう最近のもうワンスピードタイプの、えー、シメガボックスですね。じゃあ、ということで入れていきましょうか。炭、え、酸、ー、レンチですね。はい。プラスがこっちでマイナスがこっちです。じゃあ、動かします。はい。ということで、動作には、ね、問題ありませんでした。普通に動きましたね。はい、こんな感じです。 で、これ僕思ったんですけど、この273系っていうのはこれ271系、まあるかで使われている車両なんですけど、これからの、まあ、 続とというここなんですよねこれ271系からの続番ということでまあ顔が少しちょっと似ている部分はありますよねであとこれに似てる車両っていうとあと何でしたっけあの287系ですか287系のまあ顔にもちょっと似てる感じがしますよねはいまあコウノトリとか黒潮とかで走っている車なんですがまあこれに似てる車両って言ったらまあ271系と287系にちょっと似てる感じはまあありますよねはいこんな感じですね 続いて中間車です。中間車はこんな感じですね。はい中間車もねしっかりパンタグラフが2つついていますね、はい。そしてこの中間車はです、ねはいこんな感じで、ここに、ね、プラキッズを載せることができるようになっています,こんな感じです。ここに爪があって、ここで、ちょっと待って、こんな感じで外すことができるようになっていますね。この 車輪はね、この最近のハッピーセットのタイプの車輪になっていますね。はい。こんな感じですね。そして最後は後尾車です。はい。後尾車もこんな感じですね。しっかりテールライトが光ってます。いや、このヤクモっていう、このちょっとわかりますかね。はい。このヤクモのね、この 文字もしっかりリアルですね。はい。こんな感じですね。しかも、ここになんかちっちゃく書いてありますね。ちょっとわかりますかね。はい。えー、こちら。ヤクモリミッテッドエクスプレスですかね、これ。はい。こんな感じですね。いや、しっかり、ここのね、英語もしっかり再現されているっていうのもすごいですよね。はい。こんな感じです。褒美者はね、はい。 こんな感じです。コービーシャですね、はい、こちら、プラキッズを乗せることができるようになっています。しかもこちらですね、セミコンパートメントなんですがね、しっかり再現されていますね。しかもここ、ちゃんと雲の形になっているっていうのもすごいですよね。実写も多分、10月の13ですかね、えー、その日に乗りに行くと思うんですが、はい、こんな感じで、かなりリアルですね。セミコンパートメントまでもリアルに作られていると。 いう感じですねここの形とかもしっかりリアルですね実写そのままって感じですねはいちょっと今落ちたのが見えたんですがこちらがプラキッズになりますねじゃあ開けましょうかあちなみにプラキッズこんな感じですはい普通にまあ人型ですねはいはいプラキッズこんな感じですね手と足が普通に動きますあと顔もですねはい ここね、ヤクモの、なんか雲がこう T シャツ、なんか服に描かれていますね。はい、こんな感じです。かなり結構手が凝っていますね。このプラキッズも。はい、こんな感じです。じゃあ、せっかくなので、えー、後尾車に乗せてみたいと思います。せっかくなので、このセミコンパートメントに乗せてみたいと思います。はい、こんな感じでね、プラキッズを乗せることもできるようになっています。で、ここはね、多分、ここも座席になってますね。はい、こんな感じですね。 いやあ、これすごいですね。座席までもしっかりリアルに再現されてるっていうのはすごいですね。まあ、この車輪はハッピーセットタイプなんですが、かなり車内もリアルに再現されてますね。はい、こんな感じです。じゃあ、せっかくなんで乗せておきましょうか。はい。はい、そして車,車体はね、こんな感じです。はい。まあ、あまりね、あまりっていうか、まあ、ほぼほぼ同じですね。はい、こちらにもですね、 ヤクモの文字がしっかり彫られていますね。彫られてるっていうか、まああの、プリントされてるっていう感じですね。シールではありません。はい、こちらにもですね、ヤクモそしてヤクモリミテッドエクスプレス。はい、こんな感じで再現されてますね。はい、屋根もこんな感じですね。はい。じゃ最後にね、えー、連結して3、えー、両編成にしたいと思います。 はい。ということで、3両編成にしました。こんな感じですね。いやー、まさかね、新型ヤクモの273系がね、あの、プラレールになるとは思いませんでしたね。いやー、前381系紹介した時もですね、この273系がプラレールになるっていうことはちょっと言ってなかったので、いやびっくりしましたね。はい。こんな感じでしたえ。ちなみにですね、この、ちょっと持ってきたんですけど、はい。前に紹介した、 こちらの381系のこの時役もなんですがねこ,この車両がですね、えー、置き換えられて、まあ、こちらの273系になるという感じになっていますねこの列車ちなみにですねまだ全完全に廃車 したわけでではないんですよねあの後藤総合車両上で確かあの廃車が進んでるとは思うんですがなんか増発用だったかな増発用でたまにまた走るみたいな感じではあったと思うんですがまあ基本的にこっちですねあの273系でまあ走るんですがまあ、増発用でまあこっちも381系も走るという感じだったと思いますまあ多分おそらくは全廃されるのではないかと思うんですがまだ 走る様子はまだまあ、増発用とか多キャッになるとまあ走る様子は見られるかもしれないですね。で最近で言うとね確か廃車する直前だったかなあの入れ替え作業中にサンライズとぶつかってなんかヤクもまあ廃車されるのでいいんですけどサンライズがちょっとぶつかってねなんかトラブルが起きてサンライズがなんか。 運行を停止するみたいな、なんか一部運休になるみたいな話になってたんですけどね、今度、出雲市行くんでね、ちょっとサンライズまあ乗る予定ではあるんですけど、その翌日から、なんかその翌日だったかな、まあ、その翌日から動かないっていう話になってて、なんか一部運休でしたよね、まあ、その話になって、ちょっとそれはびっくりしましたね。はい、おそらくですねさ10、10月の12、13、14ですかね、出雲市行くと思うんで、多分この役もね、乗るつもりではいると思います。はい、ということで、こんな感じですね。いや、ここでね、あの、 381系のヤクモとこの273系のヤクモがね、えー、揃うとは思いませんでしたねで11月だったかな確か11月になんかあの緑ヤクモスーパーヤクモあと,あと国鉄色のヤクモかそのなんか6両編成の セットも出るということで、まあそれは確か6000円ぐらいだったかな。多分買うかは分かりませんが、もしかしたらまあ紹介するかもということで、そちらの方も楽しみにしていてください。ということで、えー、今回の動画は以上になります。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、コメントをよろしくお願いいたします。えー、またですね、えー、この381系のね、プラレールの方も え、動画出しておりますので、そちらの方もぜひご覧ください。SNS は概要欄に貼っておりますので、そちらの方もぜひよろしくお願いいたします。ということで、ネクストリミックスエクスプレスご視聴ありがとうございました。